眼科専門医の平松です。今日は白内障手術後の網膜剥離についてお話しようと思います。白内障手術は目の玉のレンズを手術するんです。ですから網膜とは関係は直接ないんですけども、手術という侵襲が加わることで網膜剥離が多少起きやすくなるんです。そのため手術後しばらくしてから網膜剥離が出てきてしまう方が稀にいらっしゃいます。そうなると手術が悪くてなったのかと心配される方も多いですけれども、どうしても白内障のレンズを触るだけでも硝子体目の玉の中のゼリーが変化しますので、そういう可能性がほんのわずかに上がるんですね。網膜剥離が出てきたらその治療がさらに必要となりますので、そこはよく相談して治療をしていただければと思います。2つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。